岩見沢警察署一日警察署長の大山のぞみです。北海道警察では指名手配犯の逮捕に向け10月1日から準備期間、11月1日から指名手配被疑者捜査強化月間として指名手配犯の捜査を強化しています。これらの犯人は殺人、強盗などの凶悪事件のほか、暴行、傷害、窃盗、詐欺、横領などの事件で指名手配され、再び犯罪を犯す可能性のある者たちになります。指名手配犯は、政権により顔を変え、名前、身分を偽り、あなたのすぐ近くにいるかもしれません。もしあなたの周りで指名手配犯に似た人を見つけた、指名手配犯に似た人を知っているなど断片的な情報でもあれば、躊躇せず岩見沢警察署へ通報してください。岩見沢警察署一日警察署長の大山のぞみです。飲酒運転は絶対にやめましょう。飲酒運転をしない、させない、許さない、そして見逃さないを実践し、地域から飲酒運転を根絶しましょう。これからの季節は日が暗くなるのが早くなっていますので、ドライバーの皆さんは早めにライトを点灯しましょう。歩行者は明るい服装や夜光反射材を身につけて周りから目立つようにしましょう。交通安全は地域の皆さんの協力が必要です。皆さんの力で交通事故がない安全で安心な地域を作りましょう。岩見沢警察署一日警察署長の大山のぞみです。日本では覚醒剤、大麻、コカイン、LSD などの麻薬、アヘンなどそれぞれ個別の法律があり、違法薬物を持っていることや使うことなどが規制されています。違法薬物を使うと気分が高まったり快楽感が得られると言われていますが、とても依存性が強く、使用を続けるうちに体や精神を蝕み破壊してしまいます。実際に違法薬物で摘発した人は再犯者が多いことからも依存性が強いことが裏付けられています。また違法薬物を使用したことで幻覚や妄想といった障害に陥った結果、凶悪犯罪を引き起こす、死亡事故やひき逃げといった重大な交通事故を起こす、違法薬物を買うお金を手に入れるために泥棒するなど違法薬物使用に起因する犯罪も発生しています。ネットでは違法薬物に関して害はない、依存性はないなどと誤った情報が蔓延しているだけではなく、隠語を使って違法薬物を販売する人もいます。法規制されている意味をよく考え、誤った情報を鵜呑みにせず、正しい知識を身につけて違法薬物に関わらないようにしましょう。みんなが安心して暮らせるように、ダメ、絶対を合言葉に社会から薬物乱用を根絶していきましょう。